いらっしゃい、ゆうことです。今日は乾燥わかめのこの業務用を使ってわかめご飯ね、作っていきます。最近ね、香り種が多かったんですね。塩レモンわかめ炊き込みご飯だとか、アーモンド塩昆布梅炊き込みご飯とかね、変わり種がね多かったので、久しぶりにね、まあ、王道の普通のやつねやります。でも普通のやつなんですけれども、やっぱりね具沢山にして美味しくね、今日も笑顔にやっていきたいと思います。それではよろしくお願いします。ちなみにね、包丁は使わないです。もうね、全部入れて炊くだけ、簡単、スイッチオンでよろしくお願いしますちょ。でですね、あのユーグッドの LINE 公式がねできたんですよ。できたというか、まあ、作ったんですけれども、会話のところでわかめとか具材入れていただくとレシピがねこうババッと出てきますんでね、お忙しい時でもね、ユーグッド炊き込みご飯 見れますんで、よかったらね、お願いします。登録してください。お願いします。今日は2合レシピです。お米2合をまず洗います。はい、お米洗いまっちょ、ね、2合ね洗いました。したらね、次調味料先入れちゃいます。お醤油、味噌で、隠し味でね、七味、これがねうまいんだ。ちなみにね、白だし今日は使わないんですけれども、七味と白だしもねおすすめよ。ここにね青のりとか入れるとね、なんかお好み焼きみたいな味になってね、おすすめ。あ、お米はですね、まだね洗っただけでね、目盛りにはねまだ合わせていません。ではね、調味料入れていきますね。中山きんに君さんがねこれね見守ってますからね、いやーってね。はい、じゃあね、お米じゃないや、お醤油ね入れていきます。先に調味料入れることでね、お米に下味がねついてね、美味しくなります。お醤油一周、あ、測るの忘れちゃった、いっか、もう測んない今日。七味、はい、適量。このね、七味の炊き込みご飯ってね美味しいんですよね。なんかね、マイルドになるのよね。お味噌、スプーン一杯。はい、今日使っていく具材ですね、今日もね入れて炊くだけよね。乾物オンパレードでございます。乾燥わかめ、あと乾燥ひじき、そしてこちらね、最近私一押しのね、あのキノコミックスね、これ使っていきます。こちらの乾燥わかめとキノコミックスは Amazon さんで売っております。コメント欄に載せておきますので、よかったらチェックしてみてください。お願いします。ではね、もうこちらはね、もう水に戻さずにそのままね入れて炊くだけなんでね、お願いします。こちらもね、こうやってくしゃくしゃってやっておきます。そうするとね、切らなくてもね、こうたくさんできますからね、戻さずにね、包丁もなしで簡単にできますからね。洗い物を少なくね。じゃあキノコミックスね、一つかみじゃない、一つまみね、一つまみ。はい、こちらもくしゃくしゃっと、はい、おい。じゃあひじきさんもね、一つまみ入れていきます。パラパラー、はーい、オッケー。おまけでね、ちょっと松の実入れちゃおうかな。香り良さそうね、これね。うわ、これ高級わかめ炊き込みご飯だ、これ。うわ、最高。3粒入れちゃいます。1、2、3、オッケー。あ、で、ここポイントですね。あの、お水を入れていくんですけれども、ね、乾燥物が今、わかめ、ひじき、キノコミックス入りましたんで、少しだけのお水多く入れます。そうすることで、乾物も柔らかくなり、お米も硬くならずにね、美味しく出来上がりますんで。あ、でもね、固めが好きな人は通常のメモリで大丈夫です。私ね、柔らかめが好きなんで、ちょっと多めでね、やっていきます。はい。2.23 ぐらいかな、今ね。で、少しね、こう揺らして、揺らしてね。OK だね。はい、ではね、もう混ぜないで、このまま炊飯器セットして、普通に炊いていきます。では、蓋閉めて、白米。普通、標準ね。で、炊飯スイッチオンで。はい、お願いします。美味しくなってね。1時間後にお会いしましょう。でね、今日使う乾燥わかめね、Amazon さんでこれ買ったんですけれどもね、このかゆいところに手が届くのよ。このチャックがついてるの、これ嬉しいよね、これね。もうね、ジップロックとかいらないもんよ。もうここにこうやってもうピーってやってね。うん、では今日のわかめご飯ね、炊けましたんでね、開けていきます。美味しいのお願いします。うん、いい香りがすごい、贅沢。わかめ今日バランスいいですね。ひじきもいい感じです。いい色してます。これは王道で絶対うまい。でお皿にね盛っちゃいますね。ガッ
つりとね。はい、で完成でございます。わかめ、ひじき、きのこたっぷりご飯完成です。醤油風味ね。オッケー、いただきます。あ、どうもお疲れ様です、ゆうとです。それではね、ジムから帰ってきたんでね、こちらわかめご飯ね。うわ、いい匂い。なん、ひじき強いなこれ。はい、来ました。今日もね、グリーンズフリーで乾杯でございます。ありがとうございます。いつもね、美味しいご飯と美味しいノンアルビール最高、いただきます。ありがとう。あー、100点最高、決まった。よっしゃ、いただきます。見えますかこれ、ちらちょっとおこげみたいになってんの、ここがね、もういいのよ。いただきます。うーん、うまっ。やっぱ王道だね、醤油わかめ、うまい。やっぱり日本人にはやっぱ醤油味噌いいね、うまいわ。で、これがね、また合うんだ。うわぁ、幸せだ。これのご飯の素欲しいわ。最後にね、七味のこのなんかだろうな、優しいのよ。ピリッとはするんだけれども、優しいね、この辛さがね、たまんないのよね。最高。あれ、そう、こちらね、近所のドラッグストアさんでね、三島さんのね、カツオちゃん見つけたのよ。これで炊き込みご飯やったら美味しいと思うんだね。カツオわかめ、またわかめご飯かって言われちゃうね、これね。梅干しね、入れて、梅カツオとかね。あ、これ、生姜刻んでさ、やっても美味しいかもしれないね。あ、次回、それやりましょうか。三島のカツオさんと、生姜と、あと、なんかね。まいぞ、マジで。おー、生きててよかった。いつもね、このわかめご飯とか、このわかめご飯とか、このわかめご飯とか、ね、一つかみガサって入れて、で、わかめもりもりなのね。でも、今日一つまみね、おそらく 3g ぐらいだと思うんですけれども、これバランスもね、なかなかいいですね。前回ね、こうやって、見た目が悪いってご指摘いただいたんですけれども、見た目悪くないと思います。どうでしょう？はい、あともう二口分しかない。うん。うまいな。あ、これアサリ入れたいわ。ほんとこの素欲しいわ。あと一口。うん、よっしゃ、ごちそうさまでした。ありがとう、最高。こちらはですね、明日のお弁当にね、したいと思います。はい、やってまいりました。お楽しみランチタイム、よいしょー。では、昨日のね、醤油、味噌、七味、わかめ、炊き込みご飯ね、いただきたいと思います。では、今日もね、ニコニコ梅干しとね、ご飯ね、いただきます。わかめ、いただきます。あ、うまい。あ、いいね、醤油。王道、いいね。なんかひじきがね、より強くなって美味しいですね。ここにね、ごま油ちょっとかけてもね、美味しいかもしれない。あ、今気づいた、とろろ昆布昨日入れればよかったね、いつものね。あー、まあいっかね、また次回ね、やりましょうね。ちなみに皆さん、お昼ご飯の後って眠くなります？眠くなる方は、海藻類とかね、取ると、血糖値の上昇が防げるんで、緩やかにね、上がって、眠気防げますんでね。よかったら、お試しください。ここまでになります。また次回もよかったら見に来てください。で、もっとこうした方がいいよとか、ね、こういうの使った方がいいよとか、ございましたら、バンバンコメントで教えてください。ということで頑張ります。年内、チャンネル登録者数1000人。目標ね、目指してますんでね、応援よろしくお願いします。頑張ります。笑顔でね、明日も炊き込みご飯最高、ありがとう。
バイバイ、ありがとうね。美味しい炊き込みご飯みんな伝えてくださいね。バイビー、ありがとう。いつも最高、ありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございました。もっとね、伸びるように動画作り頑張りますんで、応援よろしくお願いします。それではまた、ありがとう。バイバイ。